皆さんどうもこんにちは。今回も最強青鬼の続きからやっていきます。前回はオフィスゾーンを攻略して、今度は棚がたくさんある倉庫のような場所にやってきたぜ。ここでどうやら本を整理するみたいなんですが、どこに置いていいかさっぱりわかりませんよ。何かしらヒントがあると思うんだけどね。棚の上にもファイルのようなものがあるな。ちょっと待ってください。段ボールにマークがありません。ほんとだ、暗くてわからなかったけど確かにあるな。あ、そのマークならファイルにもあったよね。わかりましたよ。ファイルと段ボールのマークを揃えるんですよ。なるほど、そういうことか。え、これ何かのバイト？おそらく、この柵が開くんだと思うんだよな。じゃあ仕分けが間違っているのかな？青には労働ゲームです。おお、ついに労働が終わったみたいですね。え、この音は青に。終わったと思ったら今度は鬼ごっこかよ。青には仕分けが終わるのを見ていたのか。現場監督なんでしょうか。やったか。フラグやめろ。油断してはダメですよ。音で寄ってきますから。これ見つかったんじゃないか。ひー、めちゃくちゃ近いですよ。開けないんかい。あいつ、結構どんくさいのかもな。何事もなかったかのように立ち去った。ちょっと気づかれないようにあいつの後ろを進んでみましょう。青鬼ってこういうゲームだったっけ？気づかれませんように。今だ、柵の奥に行くんだ。見つからないように、ゆっくりゆっくり。これで気づかれないのか。ひぃ、この緊張感ひりつきますね。何か手がかりがあるはず。あ、メモですね。先生がお花を持ってきてくれた。瓶に入れて眺める。赤は好き、私と違うから。赤は好き、私と違うから。その言い方だと、このメモを書いた人が赤じゃない別の色をしている。もしかしてナメック星人なんじゃないですか。深読みしすぎてる。それか、赤の対象青になってる。つまり、メモを書いた主は青鬼なのかも。書いた主がもし姉だったら。お姉ちゃん青鬼になってしまった。バッドエンドか。助けに来たけどもう手遅れだった。あるあるな展開ですね。今度はこの廊下の謎を解けってことらしいぜ。確かさっきのメモにも花を瓶に入れたって書いてあったよね。それに赤い花が重要なんじゃないでしょうか。あった、赤い花だ。赤い花を調べたら謎の音が2回鳴ったよ。うわぁ、角でぶつかるとかどんなラブコメだ。赤い花とあの音、絶対大事な情報なんですよ。あ、今度は3回鳴った。音の数を数えた方が良さそうだな。ここは1回。あ、金庫ですよ。あの金庫を開けるにはこの花の謎を解かなきゃならないんだろうな。ふふ、この名探偵にはもう謎は解けましたがね。真面目にやってくださいよ。この名探偵、ついに仕掛けがわかりましたよ。さっきはわかってなかったんだな。赤い花の本数と花瓶を調べた時になる音、これがあの金庫の暗証番号になっているのです。なるほど、そういう仕掛けだったんですね。赤い花の本数が桁、音が暗証番号の数字で当てはめると。おお、開いた。めちゃくちゃ考えてうろうろした甲斐があったな。喜ぶのもつかの間、次のヒントのメモですよ。今度は明かりか、長い夜になりそうだぜ。皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみホラゲーの苦手克服諦めているうぷ主のミーです。今年はネットからお賽銭を送れるようにしました、霊夢です。何そのシステム。おなじみマリサだぜ。ということで本日も前回に引き続き、青に X を実況していきたいと思います。前回のあらすじを簡単に説明すると、クラスメイトの千歳っていう子の提案で心霊スポットを探しに行ったら、たどり着いた場所は廃村ではなく、人々が生活する普通の集落、ではなく青鬼村でした。果たしてみんなは無事に村を脱出し、帰ることができるのか？それじゃあ続きからやっていこう。随分と古い鳥居ですね。この先に神社が見えます。行ってみましょう。よ、青鬼神社。皆様、当神社にお越しいただきありがとうございます。出たー。当神社では無病息災、厄除け、本除けができません。じゃあ何ができるんだよ。
こちらの青札をご購入していただくといいことが起こるでしょう。いいことってすごい漠然としてるわ。ではこれで、ドロン。なんだったの？あのうさんくさい巫女が来たせいで全然ゲームが入ってこなかったぜ。とりあえずこの青い足跡を辿ってみることになりました。古びた小さな祠がある。とりあえず不気味な宝石を捨てましょう。いや、ちゃんと備えて。扉が開いたようですね。中に入ってみましょう。誰かいませんか？スルーするなんて上等ね。いや、誰もいないんだろ。あれ？閉じ込められたようです。あの巫女でしょ？何してくれてんのよ。仕方ない、社務所を探索しよう。そんなの私、聞いてない、やだ、話して。おい、声が聞こえるぞ。この声は、もしかすると近くに皆さんがいるかもしれません。まだ無事だったね。いつ聞こえなくなるか分かったもんじゃないわ、急ぎましょう。ここの管理人の引きだろうか。村の大祭儀ももうすぐだからそろそろ準備をしないと。村の外へ最後の生贄探しに行った奴はちゃんと連れてくるだろうか。大祭儀は絶対に成功させなければ。大祭儀、青鬼の。ちょっと、この村と青鬼の関係はどうなってるの？とにかくみんなが生贄にされちまう、急ぐぜ。外に出ることはできましたが、皆さんは見つかりませんでしたね。神社の東側から音がしますね。東側に皆さんがいるかもしれません。行ってみましょう。誰かいたら返事をしてください。はい。いや、お前が返事するんかい。こちらでも返事はありませんね。ほんとみんなどこに行ったのかしら。もうみんな食われたわ。諦めないで。青鬼のお腹の中にいるんだから見つかったってことにしましょう。ダメー。あ、この子は。この子、村側の人じゃなかった。千歳、大丈夫ですか？今縄を解きます。やばいぞこいつ、何をしてくるかわからねえ。これはどういうことでしょうか？宿で気を失った時、あなたの声が聞こえたような。みんなには隠していたんだけど、実は私、この村の出なの。この村では青神様という神様を祀っているのだけど。青神様？大祭儀のために生贄としてみんなを村に連れてきたの。ただ、その生贄として私も捕まってしまって、助けてくれて、ありがとう。みんなをこんなことに巻き込んでしまって本当にごめんなさい。おいおい、連れてきた功労者なのに一緒に生贄にされるところだったのか。それが本当ならひどい奴らね。村の言い伝えでは、西の山、東の沼、南の墓地にそれぞれの神に生贄を捧げるらしいわ。きっとみんなは各地の神々の元へ運ばれている最中よ。急いで助けに行きましょう。まったくとんでもないことになったわ。あ、ストーリーが分岐するって。疲れるからここから一番近い沼に行きましょう。とんでもなく軽い理由で選びやがった。鬼狂い沼。昔使われていた研究所よ。小さな村にこんな大きな研究所が。何の研究をしていたかはわからないけど危ないことも行われていたようで今は封鎖されているの。フリー素材の効果音だわ。いや、そうかもしれないけど。今の声は。ミカの声よね。助けなきゃ。足がはまって抜けなくなった。あー、雲野郎こんなところに。やばい、沼だから足が。雲。沼、恐ろし。このレバー、何かしら。ちょっと引いてみよう。やだ、この音に釣られて奴らが寄ってきそう。嘘ー。作動方法が間違ってたんだぜ。正しくランプを点灯させたから今度は大丈夫なはずよ。はぁ、あの音が鳴らなくてよかった。これで電源が入ったぜ。不気味なところね、何の研究をしてたんだろう。今の何？地下からですね。あのエレベーターで降りるのかしら。嫌な予感か。うく主の予感が的中しちゃったじゃないの。はいはい、青鬼ちゃんのご登場よ。よりによってポケモンの洞窟みたいなとこ来ちまったー。あら、力持ちねー。出るなら出るって言ってよ。直進するとあいつが来るから別のルートを進みましょう。真っ暗で何も見えないわね。スマホの明かりを使えばいいじゃない。持ってねえんだろ。明かりになるものと言ったらおなじみ懐中電灯。懐中電灯の電池が後かならなきゃいいけど。とにかくいろいろなところを調べてみよう。おお、早速懐中電灯をゲットした。ん、この先にも進めるのか。見るからに怪しい鉄格子があるんだけど。研究所に鉄格子って、やばい研究してたんだろうね。あ、アイテムがあるわよ。ダメだ、扉が閉まらねえ。取ったら青に来ることが染みついてて取りたくない。今回は大丈夫よ、扉が閉まらないんじゃ鬼は来ないわ。じゃあ霊夢を信じて。ビーカー。ほらね、来なかったわ。ふう、ひとまず安心だ。あら、これってもしかして、人？
まさか三日か。